こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはマウントブライト。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマウントブライト行きました。続いて前へ行くのはソシアルデジタル、さらにはジュエルブラッド、 G1 5勝スノーエッジ、その後ろマックスキャッチ、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはマウントブライト、その隣に北サンオリーブ、ソシアルデジタル後位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマウントブライト、少し開いて北サンオリーブ、ソシアルデジタル後位をキープ。赤の帽子スノーエッジ、その後ろこれに続くのがバトルカウンター、フリートウォリアー、それに続いています。すぐ後ろにジュエルブラッド、これに続いてイソノビクトリア、並んで4番ウィナーズポート、その外からオイスターウェルズ、その後ろにリードリズム、その後ろからはプライムジュピター、最後方にマックスキャッチ。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ソシアルデジタル早くも先頭、ソシアルデジタルさらにリードを広げます。2番手はマウントブライト、スノーエッジ3番手、さあソシアルデジタル逃げ切れるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ソシアルデジタル先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 ソシアルデジタル先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。スノーエッジ迫る、ソシアルデジタル1着、ソシアルデジタル1着、2着にはどうやらスノーエッジ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはソシアルデジタル。